こんにちは、ゆるふわです。なんとニューヨークの証券取引所でシステム障害を受けて、私の大好きなウォーレン・バフェットさんの会社のバークシャ・ハサウェイの株価が一時 99% 急落というかなり衝撃なニュース、そしてこれにつられてソラナ系のミームで爆上がりしているのがあります。そしてトランプ大統領をなんともうすでに〇〇〇億円集めてます、献金で。すごくないですか？もうすでにみたいな感じなんですけれども、まあ、こんな感じで今日も仮想通貨のユーモア溢れる情報、そしてビットコインのチャート一緒に見ていきたいと思います。それではこのゆるふわのエンターテインメントが始まる前に、ゆるふわのチャンネル登録、グッドボタン、高評価ボタンをポチポチと押していただけるととっても励みになりますし、このね、このチャンネルの大成長につながります。ぜひ皆さんご協力をよろしくお願いいたします。そして今日ゆるふわはちょっとかぐや姫スタイル、かぐや姫みたいじゃないですか通称かぐや姫スタイルヘアでお届けをさせていただきたいと思います。そしてね、立ちスタイルにさせて変更したんですけど、まだね、距離感がいまいちつかめていないので、もし距離感めっちゃ近みたいな、顔近みたいな思ったら、ぜひコメント欄の方にコメントください立ち位置若干どっちがいいよみたいなはい、そういった感じでゆるともとみんなで作り上げているチャンネルとなっておりますので、ぜひ皆さんお気づきの点だったりとか、こうした神々のところ、言い間違いとか数字の桁間違いとか、皆さん教えてください。よろしくお願いいたします。それでは早速なんですけれども、一緒にちょっとねチャートを見ていっちゃいましょう。はい、こちら日足です。なんとノットコインになってるよね、 NOT。 昨日もねちょっとお話しさせていただいたんですけど、まだまだトレンド感があります。プラス 21%、 ジャスミープラス 14.5%、あと KAS というトークンですね、これも結構最近トレンドになってます。プラス 18%、あとこちらブレッドで合ってる、読み方がちょっとわかんないんですけど、ブレッドと言わせていただいちゃいましょう間違ってたら教えてください。プラス 27.4% ということで、後ほどちょっとね、こちらのウェブサイトがなんかすごい面白いというか、素敵な歓迎を受けますので、ちょっとこの後にね、ちょっと一緒にウェブサイトを見ていきたいと思います。めちゃくちゃ可愛いです。なんか、でもトレンド的に、こう、なんていうんですかね、次なるペペみたいな。なんかそんな雰囲気も少し感じています。それではなんですけれども、簡単に今日の、ビットコインの価格だったりとかね、ちょっと見ていっちゃいましょう。ビットコイン、現在の価格、68,978ドル。週間でプラス 1.5%。イーサリアム、3,772ドル。週間でマイナス 2.3%。ソラナ、165ドル。週間でマイナス 0.8% という感じで、なんかすべて、ほとんどすべてのものがもうずっと横ばいです。ずっと横ばい。だから結構今のなんかこうどっちに触れるんだろうみたいな感じで注目がされています。まあ、その73,000ドル、その72,000ドルぐらいのオータムハイまでピューンっていくのかみたいなね、話もされているぐらいなので、そう結構今かなりの横ばいがね、ずっと続いている状況なので、警戒というか、まあ、どっちに触れるときはね、結構大きく触れると思います。結構、トレードされている方はね、警戒された方がいいのかなと思います。ブリッドで合ってる？ブリッド。まず皆さん、ブリッドからのキスの歓迎を受けましょう。ありがとうございます。めっちゃなんか、なんていうの？キモかわいいみたいな。キモかわいくないですか？まず歓迎を受けました。はい、皆さん、お礼ありがとうございます。みたいな感じ。はい、歓迎を受けましたね。はい、そしてちょっとね、見ていきましょう。こういった感じで、なんか結構ね、中身がユーモア溢れる内容とね、なっております。なんかこう、ペペ的なね、ブルー、なんかペペって緑だけど、なんかブルーペペみたいな感じで、結構可愛いトレンドさを感じています。
った感じで、結構見ていただいて、もこれこっちの方がキモくないですか？キモかわいい。これかわいくはないよね。キモいよね。この、わかります？なんかちょっとヒゲが生えたおじさんみたいな。でも、結構丁寧なんですよ。その、how to buy みたいな。どういう風にして、そのベースメインネットのところで、買うんだよとかっていうの結構、ちょっと気持ち悪いキャラクターながらも、丁寧に教えてくれてるんですよ。なんかそういったところもなんか面白いなと思いながら。でもこれ、なんかその冒頭のキス受け、すごい、ヒゲのなんていうの。ヒゲのついたなんかネズミ、カエルなのか。ちょっとよくわかんないですけど、何なんだろう。何をモチーフにしてるのかちょっとわかんないんですけど。キモかわいいキャラクターが、お出迎えをしてくださいます。はい、こういった感じで、なんか結構ね、ウェブサイトも簡潔になっていて、こう、ユーモア溢れる、ウェブサイトとなっておりますので、ぜひね、皆さん、もう一度開いてみて、多大なる中の、歓迎を受けてください。めちゃくちゃ上手くないですか、こう。ハートみたいな感じで。ありがとうございます。はい、ゆるともチーム参加ありがとうございます。なんと、60名様集まっております。イエーイ。が、しかし、ゆるふわは100名を目指しております。まだ、ゆるふわのチームに参加していなかったなという方は、ぜひ、概要欄のリンク、コメント欄の方にもリンク貼っておりますので、ぜひそちらをポチッと押してね、ゆるふわのチームにぜひジョインをしてください。このゆるふわのチームは、本当にストレスフリーで、ふわーんとしながらも、みんなでちょっと6月のクリプトの波、バブルの波一緒に乗ってこいよ、みたいな、っていうチームとなってますので、ぜひ皆さん、ゆるい感じとか、ちょっとね、個人戦で、こう、ストレスなくやりたいなって思われている方、ジョインしていただければなと思います。なんとね、KCGI で、日本限定で、すごいんですよ。日本限定で、当選率 100% の抽選会、任天堂スイッチだったりとか、iPhone15 だったりとか、めっちゃ豪華じゃないですか。あとは、今、めちゃくちゃオータムハイを迎えている BGB トークンのエアドロップ。そう。あとは、その KCGI 中に、その仮想通貨の入金だったりとか、まあ、日本円法定通貨の入金をすると、なんと、ボーナスがめちゃくちゃ付与されるんですよ。そう。で、法定通貨であれば、まあ、クレジットカードで買ったりとかなんですけど、仮想通貨であれば、まあ、違うところのプラットフォームにある、まあ、USDT だったりとか、あと、ビットコインとかかな。ビットゲットの方の自分のアカウントに入金するだけでボーナスがいただけるんですよ。という、結構、なんて言うんですか？本当に、本当にすごい楽しめるイベントが6月、今です。今。取り行われますので、ぜひね、みんなで、こういった、こう、イベントごと参加して、こう、一緒にね、ゆるふわと一緒に楽しんでいきましょう。これはね、参加しない手はなくないですか？はい、それではまたなんですけど、海外の仮想通貨取引所のユーザー、AI による、ディープフェイク受け不正流出ということです。みたいな。巧妙化しすぎじゃないですか？AI ですよ。どうやって私たち判断するのみたいな感じのレベルのとこまで来ちゃってるのかなって思うんですけれども、内容を読んでいきます。AI フェイクに要注意というか、そもそもそれが AI なのか何かも結構こう、わからないぐらいまで、なんて言うんですか。今、こう、技術が発達しすぎちゃって、ありませんか？そう。みたいな。はい、まあ、さておき、はい。今回なんですけれども、ハッカーが仮想通貨取引所のユーザーの個人情報を購入し、AI を使って、あと、偽のビデオを作成したことを報告したということで、新たなハッキング詐欺の手法と見られるということなんですね。で、今回、ハッカーはオンラインでユーザーの個人データを購入して、その24時間後に OKX のアカウントから200万ドル以上の資産を盗み取ったということなんです。で、そのユーザーの E メールにログインし、電話番号を、メール、そして AI が合成したビデオクリエイトを介して Google オーセンティケーターを、変更することで忘れたパスワードを差し替えたということなんですね。で、
今回は、さらに OKX の件とは別に、バイナンスの大口ユーザーからの資金流出の報告もあったということなんです。で、ここでちょっと皆さんちゃんと聞いていただきたいんですけど、ツイッターの X の投稿によると、中国人トレーダーはインフルエンサーが宣伝した Google プラグインを使用したことで、5月24日にバイナンスのクロス取引で100万ドル以上がその盗まれたということなんですね。なので結構こういろんな方法、ハッキングというか、その詐欺の手法が本当に巧妙化してきています。で、今回の件に関しても、Google の拡張機能気をつけてくださいっていう動画を先週だよね。先週お伝えさせていただいたと思うんですけれども、これまさにそうで、その Google のプラグイン、拡張機能を使用したことで資金が盗まれてしまったということなので、必ず皆さん、クリックする前に URL を、ちゃんと見る。正しいものなのかどうなのか。で、もし、その URL が正しいかどうかってわからないときは、ぜひ、ゆるふわの概要欄にある、リンク、すべて公式のリンクとなっておりますので、ぜひそちらをご活用いただけたらなと思います。本当です。本当に。本当にそうなんですよ。クリックしただけでハッキングされるんですかっていう、メッセージいただいたんですけど、本当に、偽のクリックするだけで、本当にハッキングというか、情報すべて、吸い取られてしまいます。っていう、ものもあったりします。そう。なので本当にね、本当に結構最新の注意が必要なのと、結構最近はこの Google? 皆さん Google のオーセンティケーターで、二段階認証と言って、セキュリティの強化されてる方はすごく多いと思うんですけれども、Google のオーセンティケーターの同期は必ずしないでください。本当にしないでください。そう。まあね、ゆるふわのチャンネル毎日ね、ご視聴いただいているゆるともはね、もうこれ聞いても、おう、もう知ってるぜ、みたいな、だと思うんですけど、またね、新たなその次、AI ですからね。AI フェイクってね。はい、というので皆さんね、何が AI フェイクなのか、これ AI リアルみたいなね、ところも、ちゃんとその目を養えてね、置かないといけないなっていうのを、すごい感じますよね。ウォーレン・バフェットさん、私バフェットさんすごい好きなんですよ。そう、バフェットさんをの背中を見てる、バフェットさんの背中を見てるっていうのもあれですけど、すごいバフェットさんのその考え方だったりとか、そういうとこすごい好きなタイプです。はい。それではなんですけれども、バークシャーなど 99% 急落、ニューヨーク証券取引所のシステム障害受けということで、これかなり私もツイッターの方で昨夜かな?ツイートさせてはいただいてたんですけども、あとね、インスタグラムのストーリー。まあ、この二つがね、私の、結構最速の情報提供となっておりますので、ぜひ、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。はい。で、十数銘柄の売買停止ということで、日本時間の3日夜にシステム障害の発生を受け、十数社の株式銘柄の売買を停止していたということが報告されています。で、今回は、この中で結構注目されているのが、そのウォーレン・バフェットさんが率いる、その投資会社、バークシャ・ハサウェイなどの株価がシステム障害で 99% 下落していたということが、すごく、ニュースとなっていましたし、私のツイッターの方でも載せさせていただきました。で、この取引の停止の理由なんですけど、NYSE の広報担当者は、このシステム障害は、証券情報プロセッサーという技術的な問題が原因で、40社の株が一時的に取引が停止になったということを説明しています。で、この問題はすでに解決がされているということですね。で、今回、このゲームストップの株価の影響ということで、ゲームストップの株価が急騰し、これがシステム障害に影響を与えたと考えられていますということです。で、このキースさんという投資家の方がゲームストップ株を大量に保有していることを発表し、多くの個人投資家がその株買いたいみたいになってね、買っていたわけですよね。で、株価が一時的に急上昇しましたということです。で、この急上昇により、このゲームストップ株を空売りしていた投資家たちは、約10億ドル、日本円で約ですよ。
1400億円の損失を抱える見込みですということです。すごくないですか？で、この、NYSE は、そのゲームストップ株の取引を15分間中断するという措置を取ったということなんですね。そう。で、これに伴い、クリプト何が関係してるのと思うと、で、ここの株価の急騰に伴い、GME というティッカーシンボルを持つソラナ基盤のミームコインの価格も 268.5% 上昇したということなんですね。みたいな。ここでクリプトそんな銘柄あったのみたいな感じだと思うんですけれども、そう、最近めっちゃ注目されていたソラナ基盤のミームコイン、ゲームストップ、GME、まあ、同じティッカーシンボルなんですね。このトークンも、この、ニューヨークのその証券取引所のトラブル、システム障害によって、このトークンの価格も一緒に上がってったっていうことですね。すごくないですか？で、これ7日間で約 180% の上昇を見せています。すっごーみたいな。ここすごいな。この人めちゃくちゃわかりやすいチャート出してくれてる。すごくないですか？ピヨーみたいな。キャンドル伸びすぎみたいな感じで、すごい勢いがね、あります。で、なんと、かなり衝撃なのが、SBI 証券で、現物でお衣装みたいなことも、今回のこのニューヨークの、証券取引所のそのバグというかシステム障害によって、起こったということで、みたいな。ちょっとツイッター見ていきましょう。SBI の米国株で、現物お衣装に遭遇した模様ということで、現物でお衣装って考えられなくないですか？なんですけども、実際に起きたということなんですね。で、ニューヨークの証券取引所で株価の表示にバグが発生し、99% 下落と、表示されると。で、SBI のユーザーが成り行きの買い注文を入れる。そして、成り行きの買いがバグ修正後の通常価格帯で約定するが、株数は 99% オフ前提の株数で注文されているため、余力以上に変えてしまう。結果、えげつないお衣装が発生ということなんですね。そう。なので、こういった時は、すごい波に乗りたい、気持ちすっごいわかるんですけど、必ずね、やっぱりその差しね、株式、特にクリプトのマーケットもそうなんですけど、成り行きでね、なんかこう、成り行きで買ったらいきなりその、なんて言うんだろう。なんか前もあったんですけど、ビットコインを、成り行きで買って、ビットコインをなんかこう、相場の価格の3倍ぐらい、その時は多分ね、当時2000万円ぐらいだったかな。1ビット2000万円ぐらいで、成り行きだったから2000万円ぐらいになっちゃって、いきなりピューンってなっちゃって、あれ？みたいな。っていう、結構ね、成り行きって本当になんて言うんですかね、たまに恐怖を生み出すんですよね。みたいな感じでね、こういった、現物でお衣装って、ほぼほぼ、私も聞いたことないですし、そんなことあるのっていう感じなんですけど、こうしたなんかこう、バグの時に成り行き買いは本当に危険なんだなっていうのをすごく感じたニュースだったので、今日取り上げさせていただきました。これめちゃめちゃショックじゃないですか？ショックというか知らないですよね。現物でお衣装ってあり得るの？みたいな。ということで、皆さん、成り行き注文には必ず注意をしてください。それではなんですけれども、なんと、オーストラリアでビットコインを直接保有するスポット ETF が上場というめちゃくちゃ新しいじゃない。めちゃめちゃ嬉しいニュースが入ってきています。こちら。オーストラリアで同国初のビットコインを直接保有する現物 ETF が上場するということで、で、今回、モノクロームアセットマネジメントが4月に、承認を申請していたということで、迅速な承認は仮想通貨関連の ETF をめぐる世界のトレンドに遅れを取らないためだと見られるということです。香港の、スポットビットコイン ETF の承認だったりとか、まあ、今回はオーストラリア、これは初です。初。なので、なんかこう、かなりトレンド感を感じると思いますし、ちょっと次は、韓国来るんじゃないみたいなことも、騒がれています。あれ日本は？みたいな感じなんですけど、
まあちょっとね、そういった、少しずつね、こう、周りの国が、こう、スポットビットコイン ETF の承認をしていくと、まあ日本もね、そのうち、もしかしたら、来るんじゃないかな、みたいな感じで、このニュースを見ていました。はい、それではこちら、トランプ大統領めちゃくちゃすごいですよ。トランプ氏、5月に220億円の資金集める。どんなパワーだーパワーありすぎません？有罪判決後に献金急増ですよ。みたいな。いやー、すごいなーと思いながら。いや、本当にね、トランプ大統領ってパワーありすぎませんか？このパワーすごいなと思いながら、このニュースも見ていたんですけども、有罪判決後に54億円もの資金を集めるということで、みたいな。で、今回トランプ前大統領はですね、そう、4月、月間の、資金調達額がバイデン大統領を初めて上回ったということです。で、今、資金調達面でのバイデン氏との差を縮めるべくですね。そう。共和党の大口献金者へのアピールを強めているということです。まだまだ、どれぐらい、最終的にね、どれぐらい集まるんだろうというか、どれぐらいなるんだろうというのがね、結構私的には興味津々となっています。はい、ということで、今日も仮想通貨のトレンドなニュース、ビットコインのチャートをお届けさせていただきました。いかがだったでしょうか？そして、ゆるふわのかぐや姫スタイル？カットじゃないよね。かぐや姫スタイルはいかがでしょうか？はい、皆さんからのコメントお待ちしております。それでは今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。